ピアジオ P111 ピアジオ P111 はイタリア王立空軍向けにピアジオ社で設計、製造されたイタリアの高高度飛行用実験機である。P111 の起源は1938年にイタリア王立空軍がピアジオ社と油圧キャビンを備えた総発三座の高速高高度爆撃機の試作機製造の契約を締結した時に始まった。 P111 専用に、ピアジョシャワー 745kW を発生する、新しい2段スーパーチャージャー付けクーレー18機等20、正型エンジンのピアジョ P12RC100、2V エンジンを製作した。P111 の試作機を製造中に、イタリア王立空軍はこの機体を、爆撃機の試作機としてではなく多可高度飛行用、実験機として使用するように決定した。 ピアジョ社が撮影した P111 試作機の写真、1941年、イタリアサボーナビッテアノーバダルベンが似て P111 は1941年4月9日に初飛行を行い、1943年をはじめに退役、廃棄処分にされるまで、ピアジョ P180 爆撃機の余圧キャビンの研究に使用された。出展、イタリアンシビル ミリタリーエアークラフト1930から1945初言性能。ありがとうございます。